こんにちは、レオックの三浦です。今回はこの階段ですね。以前はですね、ここ壁でね全然見えなくなったんです。で、今回このスチールで作ってるんですが、実は、木造住宅の場合木で階段を作るケースが非常に多いんですが、木だとどうしてもこういう一つ一つの作りがですねごついものになってくるんですね。で、それをスチールでやることによってすっきりとした階段を作り上げることができます。ただ、あったかみがないとかちょっと無機質な感じなので、住まれる方の好みに合わせて作るというような形になります。こういった工夫で、非常に、広がり感が出たり、明るさが出たり、そういったことがあります。リフォーム、リノベーションのヒントがたくさんございますので、こちらをご覧ください。